タグの大地です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価、 LINE の公式アカウント登録よろしくお願いいたします。はい、先に言っておきます。案件です。案件ってなんかこうどっちか出てると思うんですけど、プロモーションを含めてね出てると思うんですけれども、最後までねご視聴いただければと思います。で早速今回、案件としていただいた商品なんですけれども、こちらとこちらとこちらなんですけれども、まず一つずつ見ていきますか。まずこちらですね、まあ、Wi-Fi でつなぐカメラみたいな感じなんですよね、簡単に言ってしまえば。なんですけれども、この案件の動画として紹介してくださいっていう案件をいただいた際に、介護の場面でもっていう形でお話をいただいていたんですよ。こういった商品を受け取る前のそのメールのやり取りの中で、介護の商品としても使えるのでぜひ動画で紹介してくださいという話もあったんですけれども、じゃあどういった場面で使えるのってなるじゃないですか。ぶっちゃけ僕も最初全然知らないし、この商品ね。なのでいろいろとこうやっぱり紹介してくださいっていう形で紹介をしなければいけないので、やっぱり調べさせていただくんですよ。事前に調べていくと、 AI で顔認識をして、その動態検知であったりだとか自動追尾と自動巡航をサポートしてくれますという形で、紹介されていたりだとか、じゃあ介護の部分っていうところでいくとどういうところなのっていう話になってくるんですけど、それがこちらになります、ね、こちらの商品なんですけれども、他人数検知、転倒検知ですね。同時5人まで検知でき、さまざまなスマートシーンとして自動化を検知できます。転倒検知モードを選択すれば、誰かが転倒したことを検知してアプリを通じて発信することができます。例えばお年寄りが転倒状態と検知された場合、すぐ G3 カメラ、こちらですね、からアラーム警報を鳴らし、スマホに即時通知を発信します。で実際に Amazon とかでも販売はしてるんですけれども、検索タグつったりのかなのところに介護っていう風にもついてるんですよ。なので実際に介護用品っていうところでも使えるのではないかというところでございます。そして続きましてこちら最後ですね、これなんぞやっていう話なんですけれども、温度と湿度計になっております。これも自分の好きなところですね、ここら辺で温度とか湿度とか見たいなっていうところにペダッとこいつを貼り付けて、でそれをスマートフォンで確認できるということになっております。まあ適切なこう室温であったりだとか湿度とか、あると思うんですけれども、そういったことをスマホで知ることができるよっていう機会になっておりますっていうところで、こういった商品をねいただいたので、これから開封して実際に取り付けを行っていこうかと思います。はい、ということで実際にカメラの方からまず開けていきたいと思いますが、はい、ではでは、はい、失礼いたしますが、あ、ちっちゃ、思ったよりちっちゃい。はい、こんな感じでございますが、ちょっと耳がついて面濃い感じですけれども、これがカメラですね。でこの耳の部分に関してはシリコン製になってて、取り外しが可能ですね。多分ベロンって取れるんですけれども、そんな感じになっております。で付属品としては説明書、アダプターですかね。アダプターは普通のコンセントに USB タイプ A と USB 端子の C ですねがついております。とりあえずこれをつなぎで見りゃいいのか。まずはとりあえずここ今空いてるんで、ちょっとこちらに置いてみようかと思います。一旦こちらに置いてみますか。コンセントの裏に USB がついてるんで、スイッチオン、つき始めて、お、動いてる動いてる動いてる、そっち向いちゃった。うん、 Ready to connect. Please open the Akara Home appまあ、ちょっと何言ってるか分かんないけど、これで今状況としてはいいのかな。で次はこちらですね。これを天井とかにつければ転倒感知であったりだとか、そういうのを認識してくれるっていうやつですね。こちらもちょっと開けていきます。ちっちゃいな、これも本体こんな感じです。ちっちゃい、サイズ感的にこんなもん。こちらの商品に関してはここの下の部分ちょっと開くようになってて、これを開けると同じく USB タイプポート C が出てきて、でそこにつないでコンセントに USB を挿して電源供給するみたいな形になってますね。壁とかにつけることが多いと思うんですけど、その時は釘だったり、あとこれ多分シールですね。シールでベタってくっつけるタイプだと思うんですけど、うちの場合はシールかな。穴あんま開けたくないしね。とりあえずこれでどっかつけます。もう我が家のリビングはこうなんですけど、こう来てここの上にちょっと貼っつけてみようかと思います。で先ほどのシールを貼っつけた鉄のやつとシールですね、これを壁につけていきます。
はい、最後はこちらですね。温度計、湿度計ですね。こちらをちょっと開封して設定していこうかと思います。カメラと人感センサー、動作センサーみたいなやつと、あとこの温度計、湿度計の全ての感想については最後ちょっと述べていきたいと思います。一旦設定してあります。はい、見た目はこんな感じですね。階段と玄関があって、そのここら辺とかにしてみる。よし、 OK、 一旦設置は終わりだね。よし、はい、というところでいろいろ商品をこうセッティング等々していったんですけれども、ここからは僕自身ですね、一介護職員としてこういったところが使えるんじゃないか使えないんじゃないかっていうのをね、簡単にお話をさせていただきたいと思います。まず介護職員として考えていった時に、まずカメラですね、最初に紹介したカメラ、どういったところで使えるのかというところでいくと、これに関しては在宅で過ごされている高齢者の方に向けてだったら使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思います。在宅だとやっぱりその家族間がいない間、どうしても高齢者の方が一人で、自宅で過ごさなきゃいけないという場面が、まあ、出てくるとは思うんですけれども、そういった時に自分が例えば外出をしなきゃならなくなりました、でもその間には介護を要する高齢者の方が過ごしてらっしゃいますとっていう形でなってしまった時に、家に一人でやっぱりいてもらうのがちょっと不安だよなとかっていう方に対して使えてくるんじゃないかなというふうに思います。あと僕自身の iPhone で画面録画したものになるんですけれども、人を感知して自動でカメラが動いてくれるというモードもあります。なので、そちらのね画面録画の方を今動画として載ってると思うんですけれども、そういった時にも今おじいちゃんこっちに行ったな、おばあちゃんこっちに行ったなとかっていうことで人体感知できるので、そういった行動の把握とかそういったところでも使えてくるんじゃないかなというふうに思います。ただ欠点として挙げられてくるのかなっていうところでいけば、カメラ側のネットワークの状態が悪ければカメラが起動させらないということがあるので、改めてそういったネット回線に強いところを回線の業者さんにお願いしていった方が、まあより確認しやすいんじゃないかなというふうに思います。2つ目に紹介した人体感知のセンサーですね、今もついてるんですけれども、そっちに関しては介護従事者っていうところでいけば、誤作動までいかないけど検知に時折誤りが出てしまいますね。例えばなんですけれども、今そのアプリを開いて確認してみます。はい、画面録画刺さっているように検出領域というところで今一人いると思うんですけども、これが僕ですね。実際に動いてみるとこのような感じで、はい、動いてるのが、実際に動いてるのが分かると思うんですけれども、今でこそ僕がちゃんと検出は刺さってるんですけれども、さっきカメラの三脚とかを置いていた時に、そのカメラ自体も人だとセンサーが反応してしまって2人いることになってたんですよね。でも実際は僕1人ですよということもあったので、こういった誤作動というかしっかりしてない部分ももしかしたらあるかもしれない、あるかもしれないんですけれども、ただずっと同じところに人がいるっていうことも家の中ではそうそうまあないことですので、特に在宅において一人で過ごされている場合は、なので、まあ、実際にあれおじいちゃんとかおばあちゃん動いてないぞということがあった際に、先ほどのカメラで確認をしてみるとか、その合わせ技というかね、そういうのが有効になってくるんじゃないかなと思います。比較的なんかこう人感センサーのレスポンスも結構早かったりするので、これに関しては結構使えるんじゃないかなっていうふうに思いました。その誤検知だけかな気になったのは。で最後の温湿度計なんですけれども、温度が 23.7 度ということになってて、 23.7 度とうちもともとついてるやつとしては 22.7 度と、まあ1度くらいの差があるんですけれども、おおむね合ってるかなっていう感じですね。で湿度に関しては 37% で、もともとうちについてる温湿度計の湿度が 32% ということで、 5% くらいの誤差しかないですね。湿度低い 36%、うん、温度 23.4、うん、で今の現時点のこれね、うん、でカメラのさ、その再生ボタンみたいなのして、うん、そしたら今ので、拡大するのは上のさ、これ、うん、それおで、そこにリモコンあるでしょ、おで右左やったら
おお動いた。だから左ずっと押してるの。そしたらこっち向くから、その右やろ。あ、すごい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 。あ、すごい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 。あとここのさ電話マークあるじゃん。うん。電話マークを押してみ。じゃあそれで喋れるはず。おお。お、すごいすごい。元気？お、聞こえた聞こえた聞こえた。聞こえた？元気だよ。元気だよ。うん、だからそうやってそのカメラ見つつ通話とかをできるっていう感じ。おーすごい。あのスマート化ってあるでしょ。で人体追跡なんだ。あ、一緒に動いてる。すごい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 、うん、あ、動いてる動いてる。おーすごい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 、うん、で最後のまとめを一応ね感想として言ってた動画があるんですけれども、それに加えてというかさっき見てもらったような人の動きに応じてカメラを合わせたりだとかもできるんですけど、通話も一応できるんです。一方的なこう発言じゃなくて普通の電話みたいな感じで相手とのやり取りもできるので、僕が言ってた在宅で高齢者介護をしている人とか高齢で一人で住まわれてる方の安否確認であったりだとかっていうのは家族間ではすごくやり取りがしやすいんじゃないかなとは思うんです。ただやっぱり在宅介護向けな商品なんじゃないかなっていうところですかね。施設でこれをやるってなるとちょっと厳しいところはあると思うので、在宅介護されている方もし、視聴者さんでいらっしゃったら購入を検討するっていうのも一つの手段なんじゃないかなと思いますっていう感じでしたが、どうでしょう。現時点ではちょっと施設じゃなくてやっぱ在宅なのかな。うん、でもいいと思うよ、うん、面白かった単純に面白さがね。一応年間のプランとして50ドル、なので日本円にしたら大体6500円くらいになるのかな。おう、年で年間で、うん、の有料プランがあるんですけれども、なんか不審な動きがありましたよとか、うん、っていうのがあれば一応スマホに通知できる機能とかも、年間6000円で契約とか月の契約もできるんですけど、うんうん、まあそういった契約を交わしてしまえばスマホにすぐ通知が来るようにっていう設定とかもできるので、そういったところもちょっとね加味して気になる方は判断してみてもいいんじゃないかなと思う。まあ年間6000で点灯してますよとかすぐ通知が来るんだったら俺的には正直安い方なんじゃないのとは思うけど、結局すぐ行けない距離にあったりしたらね、耳も遠くなってくるからね。あ、そうそうそう、会話ができないにしても映像で確認、映像でそうそうできるのはいいと思う。うん、改めてのまとめとさせていただきます。奥さんの感想も加えてですけれども、以上